はい、よろしくお願いします。では始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、クラウド対応の電流モニタリングエナジーゲイザーという製品の紹介をさせていただきます。はい、まず私ですね、自己紹介いたします。株式会社トラフィックシム大河内と申します。放送システム部というところにおります。AWS 様に、はい、日頃に、大変お世話になっておりまして、本サービスの立ち上げについても、引き続きご支援を、何卒よろしくお願いいたします。はい、次いきますね。で、続いて弊社株式会社トラフィックシム、まあ、何やっている会社なのということなんですけれども、放送局様向けのシステムですね、ソフトウェアでいきますと、AWS 様のクラウド上だったり、オンプレミスに置いたサーバー内に、放送データの監視記録ですね、レコーディングだったり、その放送データを利用して、それから作り出したメタデータなどを、ユーザー様にお立ちしたりするサービスの提供ですね、を販売を行っております。でハードウェアもですね、自社開発組み込みを行っておりまして、写真にあるような、放送データ自体を作り出すチューナーのようなものですね、副聴器と呼んでいますもございますし、接点を IP に変換する装置だったり、ハコベという TS アナライザー、 TS データの測定器みたいなものを作って、おります。そういったものすべて自社で作っています。まあ、いろいろつらつらと、紹介させていただきましたけれども、まあ、株式会社トラフィックチーム弊社はですね、ソフトウェアハードウェア、まあ、両方の開発が得意だということが言いたかったことで、ございます。はい、で、ここから本題に入ります。そんなハードとソフトの会社ですね、トラフィックシムが新しく開発を進めている製品、それがこの電流モニタリングシステムエナジーゲイザーという製品でございます。クラウドを使用した IoT 電流モニタリングシステムサービスなんですけれども、エナジーゲイザーという製品がですね、何かのゲームのスキル名みたいなんですけれども、ちょっと紹介させていただきます。これ製品の紹介動画を今流していきます。この黒いチョコレートの箱のようなデバイスですね、こちらが梱包されていますので、付属の AC アダプターですね、または POE 対応のハブとかインジェクターなどで接続していただきます。ここですね、 LAN のポートございます。で、次にですね、このセンサーケーブルを接続するようなところがございますので、そちらをですね、クランプセンサーと呼ばれる、まあ、この後写真動画出てきますけどに接続をしていただく、これですね、このクランプセンサー、こちらでございます。放送局の皆様とかだとこういった製品使ったことあるかなと思うんですけど、こんな形でブレーカーのところに接続をしていただいて、まあ、接続した絵がこんな形になっております。で、あとはこの黒いチョコレートの箱にですね、LAN ケーブルとか Wi-Fi も接続するようなことができるようになっておりましたので、そちらとインターネット接続されていましたらですね、あとはご自由に使っていただけるようなことができるようなシステムになっております。はい、でちょっとこの後出てくるんですけど、はい、このシステム画面がこんな形になっておりまして、デバイスが接続されると、まあ、こんなような表示が現れます。これでユーザー様が設定をしていただいて運用が開始されるというような形の設計になっております。結構簡単に使っていただけますので、デモとかもぜひ やりますのでよろしくお願いいたします。で、次に行きます。はい、で、このエナジーゲイザーという、ま、電流モニタリングシステムの特徴なんですけれども、まずですね、季節システムですね、後付け可能というところが、メリットでございます。この導入のためにですね、分電盤を交換するとかそういった対応は必要ないです。で、電流の使用状況とかですね、合計値を分かりやすくグラフで表示しますので、非常に見やすい形になっているのと、まあ、ここちょっとポイントなんですけれども、測定周期がですね、3秒になっておりますので、直近の電流値がすぐに分かるようになっているといったところでございます。で、あと測定値はですね、長期間、2年間保存するような仕様になっておりますので、季節変動とかですね、そういったところにも対応ができるようになっております。で、弊社は先ほどご説明しましたように監視のメーカーですので、電流値がある一定以上敷地を超えるとですね、メールとかスラック通知だったり、SNMP トラップ送信っていうのができるようになっておりますので、こちらで監視のようなことができるようになっております。
でプラスでですね、あとこのエナジーゲーザーの電流のデータをですね、いろいろなお客様に使っていただきたいなと思っておりますので、弊社のクラウドサービスですね、AWS 様のご使用させていただいておりますけど、クラウドサービスからWeb API を使ってデータの提供が可能となっておりますので、皆様の自社のシステムでご使用いただけるような仕様になっております。で画面イメージがこれがこんな形ですね。実際の画面ちょっと小さくて分かりづらいかもしれないんですけれども、この画面の方はですね、実際にブースの方で展示しておりますのでご覧をいただければと思います。ちょっとここで言いたかったのがですね、ウェブ接種システムになりますのでマルチデバイスですね、PC のブラウザだったりスマートフォンでご使用いただけるというような形でございます。はい、で次にシステムイメージですね。これ左上に、センサーみたいなのもありますけど、そちらと、エナジーゲーザーのデバイスをインターネットつないでいただければ、システムが、運用できますよということになっております。でこちらのデバイスをですね、いろいろな拠点に置いてもらって大規模なシステム構築といったことも可能になっております。この辺もクラウドサービスの利点かなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。で実際に分電盤に接続したイメージがこちらになります。でこれがエナジーゲザデバイス、この子をですね16回路までセンサーを接続できますので、このイメージですと16ブレーカに対して接続ができるといったような接続図になっています。はい、次ですね、本展示会は放送関連の事業者様が多いというふうに考えておりますので、サーバー室とかですね、ラクを管理されている方がいらっしゃるかなと思います。でこれはですね、ちょっとイメージいただけるかなと思いまして書いたんですけれども、ラク内のショップラインとか NFB ですね、クランプを行い計測するようなイメージになっています。で16回路まで計測できますので、この例ですと AK、BK の電源があるとしたらですね、約8ラック分ですね、8ラックの計測が可能というふうになっております。で最後に、最後じゃないですね、このことですが、その中でですね、品川センターとこの八王子センターというのが今映ってるかなと思うんですけど、こちらちょっとイメージで書いてみました。例えば品川センターの中の、IT ルームラック室、それから機関システムのラック室が、2部屋あるとしまして、で八王子センターにも2部屋あるとします。でこのエナジーゲーザー一つのポイントがですね、このラックですね、センサーに対してタグをつけれることができますと。でタグをつけれますので、例えばなんですけれども、エンコーダーというタグをつけておくと、エンコーダーだけの電流値を計測したいといったときに簡単に計測ができるような形になっています。いわゆる検索ができるような形になっております。このセンサーがですね、結構大量につながられると、非常にデータ量も多くなってですね、かなりいろいろデータ値が分散してしまう可能性があるんですけれども、弊社の場合はそれをタグ付けというところで簡単に皆さんに可視化できるような形でご提案できるというふうになっております。でこれがですね、開発の経緯なんですけれども、これもともと自社で使用するために開発をしております。で弊社でもですね、自社でラック室持っているんですけれども、やっぱりブレーカーを落ちるとかそういう恐怖があったりとか、それに付随してですね、電源が足りないんじゃないかみたいな問題があるといった形に、考えております。で実際弊社もですね、分電盤の増設を試みました。でただですね、するととんでもない金額の見積もりが届いたということもございまして、でこのシステムで実際に見える化を行いまして、実際に可視化をしたというところで、なんだ全然電流余ってるじゃん、増設なんてしなくていいよというところで、非常に効果的だったというところでございます。で先ほど測定周期3秒と言いましたので、電源挿す前にすぐに確認ができたり、長期間のログ保存で、おそらくExcel で電源管理とかされているお客様もいらっしゃるかなと思うんですけど、そういったところから解放されると、それから敷地超えるとですね、通知が来ますので非常に便利、こういった運用ができるようになるというシステムになっております。でここでですね、実際にちょっと動画を作ってきましたというところで、ちょっと簡単に動画をお見せしながら、ちょっと時間もあれですけれども、ご説明させていただきます。でこれはですね、サーバーに電源投入することのところのシーンになっておりますと。
で彼はですね、この人は自社システムの試験環境に新しい機材を設置しようとしていますと。で、まあ、でも電源入れる前に気づきました。そうだ、電源容量の確認をしないといけないと。で接続すると、なんとあの、ごめんなさい、確認すると接続しようとしていた電源系統は結構危なかった、まあ、ブレーカーが落ちるとこだったと、まあ、そんなようなシーンになるんですけれども、まあ、これ極端な例なんですけれども、まあ、時々電流値が増加するような落だったんですね。で入れた時はいいんですけれども、その後2時間後とか2日後とかに電源が落ちたりするような、ブレーカーが落ちたりするような、原因の落だったというようなところになりますので、こういうのが確認というふうにできるようになっております。でこれがですね、あのエナジーゲーザーの特徴の一つ、ご紹介させていただきますけれども、まあ、現在地の監視による通知ですね、あと過去の電流の値も確認可能という特徴になっております。はい、これ次ですね。で次2つ目ですね。これあの管理者の方がこのエナジーゲーザーの画面を見ているイメージですと。ごめんなさい、ちょっとこれ再生がうまくいってないですね。戻ります。あ、これですね、管理者の方、この女性の方なんですけれども、でこのサーバー、先ほどの作業員の方が、まあ、田中君と言いますけれども、この田中君がですね、サーバー交換したら消費電力が少なくなったというようなことを言っていたと。あ、そういえば以前この田中君が言ってたねっていうところ で実際にモニタリングをしてみるとですね、まあ、こんな形で、ちょっとごめんなさい、音声とあれがずれちゃって恐縮ですけれども、あ、すいません、もう一回お願いします、ごめんなさい、はい、こんな形で、管理者の方が見ると、まあ、極端な例なんですけど、まあ、サーバー交換した場所だと、まあ、とっても省エネになってるじゃんっていうところで、こういった省エネの、一つの一助になるかなというところになっております。でこれがあのエナジーゲーザーの、まあ、もう一つの特徴ですね、長期時間の長期間のデータ保存による電流電力値の見える化というような形になっております。はい、で、最後ですね、こちらごめんなさい、3つ目の特徴になります。これも長くなりましたので簡単にいきますけれども、あのクラウドサービスですね、 AWS のクラウドサービスの利点である、サーバー PC が不要で管理が不要でいつでもどこからでも接続ができるというところで、まあ、このあたりはご存知かと思いますけれども、この、多拠点全国規模の、構築となった場合にもこんな形で、クラウドサービスの利便性が現れてくるといったことな形になっています。でエナジーゲーザーではですね、あのその大量データを多段ツリーですね、階層構造で管理できるようになっておりまして、この拠点のこの部屋のこのラックのこの電源みたいな形で階層を管理するようなことができるようになっております。これも一つの特徴でございます。はい、で、アーキテクチャはここちょっとちっちゃいんで、あのちょっと割愛をさせていただきますけれども、こちらのご興味ございましたら、あのブースでご説明させていただきます。でちょっと3つの大きな特徴を最後に振り返っていきたいなと思います。まずリアルタイム電流値の確認と異常通知ができますよ。それから長期間の電流電力の見える化ができます。最後にあの大規模なシステム構築が可能といったようなことになっております。でちょっと最後にですね、ちょっと長くなんですが、開発メンバーからぜひ伝えてほしいということがございまして、あの大量センサーの、ね、からの現在地及びデータはですね、あの瞬時に参照可能なこと、これもエナジーゲーザーの特徴となっております。でエナジーゲーザーでは、まあ、先ほどご説明したように、あの3秒周期で測定を行っております。でこれがですね、あの1000デバイスになると1万6センサーからですね、その3秒周期のデータが送られてきますので、非常に膨大なデータ量で、さらにこれが、2年間収録されるような仕様になっておりますので、データ容量でいくと2年間で約34億個生データでですね、2ヶ月間で約290億個のデータ量となります。でこれをすべてあの瞬時にこうですね、検索とかができるです、ね、簡単に確認ができるようになっておるというところがこのエナジーゲーザーの特徴となっておりますので、そちらもぜひご興味を持っていただけた方は、きっと便利に使っていただけると思いますので、よろしくお願いいたしま す、ね、こちら最後にこれ電流モニタリングシステムエナジーゲーザーの3つの特徴を表示させていただきまして、これ12月から順次発売予定となっております。デモンストレーションなど、ご要望ございましたら、ぜひというところでございます。すいません、以上をもって本日の私からの発表を終わらせていただきます。お時間いただきありがとうございます。